にゃんラブ、私の恋の見つけ方。さあ今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くにゃんラブの実況配信をやっていきましょう。こちらのゲームはお花屋さんの店員である主人公が夜は猫の姿になってしまう呪いをかけられてしまい、その呪いを解くには好きな人とキスをせねばならない、そんな乙女ゲームです。ちなみに主人公の名前は猫ピロシキと名付けました。今回は職場のお花屋さんの常連客で、一見すると不愛想な警察官藤本翔吾さんの個別エピソード導入部分をお届けいたします。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。こちらのキャラクターボイスは安本ひろきさんが務めていらっしゃるんですけれども、まあ、男性目線からするとね、サッカー番組のナレーターさんでおなじみの低音ボイスっていう印象なんですけど、まああとはね、アベマ TV の声優と夜遊びなんかでもね、トーク回してる印象がね、個人的にはありまして、馴染み深い声優さんでございます。で、これから一体どうすればいいんだろうとなってる猫ピロシキちゃんが主人公なんですが、これは夜は猫になってしまうという最初の夜を迎えてる場面ですね。誰もいない公園の中、どうすればいいか分からず、思わず私はその場に座り込んだ。呪いを解くためには好きな人とキスしなきゃいけないなんて。黒猫の言葉が頭をよぎってゆく。私には好きな人なんていないのに。まあそれをね、見つけていくところからっていうのがね、この乙女ゲームとしての真髄でございます。そんなことを考えていると、不意に誰かに抱き上げられた。え？何？驚いた私の視界には見知らぬ女性が映っていた。誰？かわいそうに、迷い猫かしら。おお、親切な方かな。迷い猫って私のこと？猫の姿になっている今の私はそう思われてしまっても仕方がない。違います。私は迷い猫なんかじゃ。私は人間です。まあ伝わんないんでしょうね。やっぱり、こんなところに一人ぼっちじゃ心細いわよね。私、声まで猫になってる。心配しなくても大丈夫よ。ご主人を探してもらえるところに連れて行ってあげますからね。あー、なるほど。これで交番に連れて行ってもらうことで、この分岐している藤本さん編へと向かっていくわけね。どうしよう。一体どこに連れて行かれるんだろう。猫になった私の言葉が伝わるはずもなく、腕に抱きかかえられたまま私は公園を後にすることになった。さあ、まあ、交番だと信じたいけどね。そうっぽいね。そして私が連れてこられたのは近くにある交番だった。じゃあこの子のことよろしくお願いします。あなたも早くご主人が見つかるといいわね。うん、とりあえず一安心ってところかな。まあ前回ね、夏目浩平くん編、幼馴染編をね、まあちょっと垣間見た時は、まあ人間にね、蹴飛ばされたりだとか、野良猫に追いかけ回されたりだとか、まあ散々な目に遭いましたから、まあひとまず交番に来れば安全なんじゃないでしょうか。交番にいた警察官に私を預けると、その人は安心したように帰っていった。ありがとね。これからどうなっちゃうんだろう私。下を向いた私を見て警察官は言った。早く飼い主が見つかればいいんだがな。あれ、安本さんボイスじゃない、モブキャラってことかな。これはそれってどういうこと。顔を上げた私に警察官は少し困ったように言った。こっちで保護しておくにも限界があるし。まあ確かにね。ひとまずの安全ってことか。警察官の言葉に私は思わず体を震わせた。でもまあ夜の間だけでも保護してもらえればね、日中になれば人間の姿に一応戻れるって聞かされてる段階ですからね。飼い主が見つからないとどうなるの。まあとはいえ毎日お世話になるわけにもいかないしね。まあそういう意味では一時的な、なんかね、安心っていうところでしょうか。もともと
人間の私に飼い主なんているはずもなく、迎えに来てくれる人もいないそうだね。待っていても何も起こらないでしょうね。このままだと私、保健所に連れて行かれるんじゃ。なるほど、そんなバッドエンドはやだね。しかも今の私は言葉を話せない上に、人間の姿に戻ることもできない。いや、どうしよう。うわー、ここで選択肢か。ここから逃げる。まずは状況を確認する。誰かが助けてくれる。まあでもここから逃げたところで、逃げれば出会えるのか。でも待ってればね、この藤本さんっていう役柄は警察官なわけだから、ここに戻ってきそうな気もするよね。まあそういう意味では、まあ状況を確認するっていうのが無難なのかな。誰かが助けてくれる。うん、これもなんかね、曖昧すぎる感じもしますし。まあ、冷静になりましょうか。まあ動物的じゃない判断だけどね。猫なんですけどね、こっちは。まずは状況を確認する。冷静に行きましょう。うん。アップって出ましたので、まあ内部パラメーターも上がっていますし、まあいい選択肢を選べたんじゃないでしょうか。とりあえず、落ち着いて考えてみよう。私は交番に連れてこられたばかり。保健所に連れて行かれるとしても、明日の朝になるはずだ。まあそうだね。朝以降でしょうね。警察官がいなくなれば、こっそり交番から抜け出せるかもしれない。でも、もしも鍵を閉められちゃったら、交番ってでも24時間基本的に開いてるんじゃないかな。でも出動しちゃってる時とかは鍵閉められてるか。考えれば考えるほど不安しか湧いてこない。私は思い直して逃げ出すチャンスを待つことにした。そんな時、ちょうど交番のドアが開いた。もしかしてチャンスかも。今のうちにここを出よう。結局逃げる選択肢にはなるんだね。しかし交番に入ってきた誰かの足にぶつかってしまった。いたたたた。お疲れ様です。なるほど、ここで登場するんですね。藤本さん。交番に入ってきたのは藤本さんだった。お前が帰ってきてくれて助かったよ。もう少しでそいつに逃げられるとこだった。やっぱこの警察官はモブキャラだったんですね。そいつ。そこでようやく藤本さんは足元にいる私に気づいた。猫。ああ、さっき公園にいたからって近所の人が連れてきたんだ。おそらく迷い猫だろう。そうですか。まあ確かにね、首元にリボンをしてるし、まあ毛並みとかもきっと綺麗だったんでしょうね。だから野良猫って判定されなかったんでしょう。藤本さんはしばらく私を見ていたかと思うと、思いがけないことを言い出した。あの、どうした藤本。飼い主が見つかるまで俺がこの猫を引き取って世話をしてやりたいんですが、ダメですか。ああ、唐突だね。でも乙女ゲーム的にはスムーズにいきますね。え？藤本さんの申し出はひどく意外なものだった。まあ確かにね、普段人間としてね接してる時は不愛想なキャラクターだから、そういうこと言い出しそうなイメージもなかったんでしょうね。世話をするって藤本さんが？正直藤本さんが猫を可愛がる姿は想像できない。それにどっちかというと猫よりも犬っぽい気もするし、まあ警察犬っていうぐらいだから、まあその先入観もあるでしょうね。警察官も同じことを思ったのか、驚いたように藤本さんを見ていた。いや、そりゃありがたいが、お前確か一人暮らしだったよな。ちゃんと面倒を見れるのか。いや、ほんとね、一人暮らしでペットを飼うって大変ですからね。僕も働きながらね、まあトイプードル飼ってるんですけども、大変は大変ですよね。うまくねやらないと。はい、大丈夫です。飼い主が見つかるまで俺が責任を持って世話をします。ずっとここに置いておくわけにもいかないし、それにまた逃げられても困るしな。お前がそう言うならこいつの世話頼んだぞ。ましてやね、警察官だと在宅の勤務じゃないからさ、そういう意味ではね、その間どう飼うべきか。まあでも猫は割と自由気ままだから、放し飼いとかにうまくできるようになれば帰巣本能もあるし、まあ両立もできるのかな。まあどうなんでしょう。
ありがとうございます。藤本さんは私を片手で抱き上げると交番の奥に入っていった。うん、そして別室へっていう感じかな。へえ、交番の奥ってこんな風になってるんだ。ああ、確かにあんまり入ることないよね。まあでもこういう応接間みたいになってるんだね、一応。そこにはテーブルやパイプ椅子、小さな棚があり、休憩室のようになっていた。なんだ、そんなに珍しいのか。藤本さんはテーブルの上に置かれていたコンビニの袋から何かを取り出した。パックの牛乳？藤本さんが手にしたのはコンビニで見る小さなパック牛乳だった。でもそれをどうするんだろう。藤本さんは牛乳をマグカップに開けるとそれをレンジに入れた。うん、少しだけここで待っていてくれ。優しいね。藤本さんは私を床の上に下ろしてくれた。仕事が終わればちゃんと連れて帰ってやるからな。うん、いやだから適当に言ったわけじゃないんでしょうね。藤本さんは私のそばに、膝をつくと、目の前にマグカップを置いた。家に帰ればもう少しマシなものもあるんだが、今は晩飯に買っていた牛乳くらいしかなくてな。入れ物も俺のマグカップで済まない。あ、これピロシキちゃんのために用意してくれたんだ。まあ、ましてやね、この藤本さんからしたらこのピロシキちゃんだと思ってない、まあ、ただのね、どっかの飼い猫なんだろうって思ってるっていう立場にもかかわらず、この優しさで接してくれるんだね。まあ、こういうところでね、人間の内面って見えてきますよね。これわざわざ私のために？藤本さんは自分の晩御飯を私のために分けてくれたのだ。にゃあ、藤本さんにお礼を言おうとするが、口から出てきたのは猫の鳴き声だった。伝わるだろうか。言葉を話すことはできないけど、せめてお礼の気持ちだけでも伝わればいいな。まあ伝わるでしょう、きっと。何、礼には及ばない、俺が勝手にしたことだ。ああ、伝わりましたね。そんな私の気持ちが伝わったのか、藤本さんは律儀にそう答えてくれた。確かにね、こうやって動物相手にも律儀に接してくれるのは嬉しいよね。しかしお前は逃げないんだな。何、過去に何かあったのかな。女性にでも逃げられてた元カノの話ですかね。闇が深くなりそうだ。藤本さんはじっと私を見ていたかと思うと、やがて口を開いた。ああ、こういうところも不器用な性格が出てますね。え？思わず首をかしげた私を見て、藤本さんは慌てたように言った。すまない、嫌ならいいんだ、ただよければ撫でさせてもらえないかと思った。うーん、不器用な男ですね。藤本さんのそのお願いは意外なものだった。まあでもこういう不器用なところっていうのもね、猫になることによって柔らかくほどいていくっていうのがこのゲームの本質になっていきそうですね。でも藤本さんのお願いだし、それに少しでもさっきのお礼になるなら。にゃあ、うん、どうした。にゃあ、私は藤本さんに近づいていった。もしかして撫でさせてくれるのか。にゃあ、私が答えるように泣くと、藤本さんは驚いたような顔をしていた。まあでもね、猫とかって表情とか分かりますもんね。本当に撫でてもいいのか。にゃあ、どこか緊張した様子の藤本さんにつられ、私まで緊張してしまう。あ、不愛想なんじゃなくて緊張しいなのかな。そうか、ならありがたく撫でさせてもらう。うん、だからなんかどこか堅苦しいというかね、固い動きをするのかもしれませんね。私の頭を撫でる藤本さんの手は緊張しているのか小さく震えていた。さっきは知らなかったとはいえ、ぶつかってしまって悪かった。怪我はないか。こういうところも律儀ですよね。にゃ、そうか、
怪我がないならよかった。急に飛び出した私が悪いのに、確かにね、逃げ出そうとしたんだもんね。私の心配をしてくれるなんて藤本さんって優しいんだな。まあしかもね、自宅で見てくれるって言ってくれたことによって、まあとりあえず保健所行きになりそうっていう事態は免れたわけだからね。もうもはや命の恩人なんですけどね、こっちがお礼をたくさん言いたいぐらい。しばらくすると慣れてきたのだろうが、藤本さんの手の震えはなくなっていたが、ぎこちなさは少し残ったままだった。藤本さんの手、温かい。藤本さんの手にほっとしていた時だった。あ、何か起こる？かわいいな。藤本さんのそんなつぶやきが私の耳に届いた。いや、そんなね、笑顔も振りまけるんですよっていうところが、なんかね、どんどんやっていくうちに楽しくなってくところでしょうね。え、今藤本さん笑った？まあそりゃ笑うでしょうけれども、なんか笑わない男みたいになってますよ。どこかのラグビー選手みたいなね。思わず顔を上げた私の目に飛び込んできたのは、柔らかな表情を浮かべた藤本さんだった。藤本さんってこんな顔もできるんだ。普段からは想像できない藤本さんに戸惑う私を、藤本さんは嬉しそうに撫でている。まあでもね、職業柄ね、気を張っていかなくちゃいけない仕事でしょうからね、そうなるのもなんか無理もない気もしますけどね。それにとても綺麗だ。うん、いや、こういうのもね、女性に対しても言ってたら女の扱いに慣れてるんでしょうけど、まあそういうタイプじゃないんでしょうね。どうしよう、なんかすごく恥ずかしい。人間の自分に言われているわけではないのは分かっているのに恥ずかしい。いやでもね、後々ね、あの猫は私だったんですよって明らかになった時の赤面する姿も楽しみですね。本当に可愛いな、お前は。いや、猫に対してならこうやってストレートに言ってくれるわけね。でも猫に対してさえもね、最初は緊張して接してくるぐらいだから、いやかなりね、この壁を打ち破るのは大変そうですよ。あ、笑った。今度は藤本さんの笑うところをちゃんと見ることができた。藤本さんって笑うと少し幼くなるんだ。普段は厳しい顔をした藤本さんが笑うところを見るのはこれが初めてだ。あ、こうやって猫だからこそ見られるね、彼の一面っていうのが楽しみなね、この分岐エピソードなんでしょうね。なんか可愛い。あ、そういうのが可愛く見えてくるっていうね、ストーリーなんですね。思いがけない藤本さんの一面を見ていた時のことだった。なんでしょう今度は。何？藤本、隣の通りでひったくり事件が発生した。すぐに向かうぞ。いやー、物騒な展開になってきましたね。やっとね、なんか温かい雰囲気とか平和な雰囲気になってきたのにという場面なんですが、まあここからね、まあ藤本さんのお家でね、過ごすっていう生活も待っているのかもしれませんが、まあちょっとね、事件の展開になりそうなので、まあこの辺はまた次回お送りしましょうか。まあ今度はね、この警察官の仕事としての、まあ、かっこいい姿っていうのも見られるのかもしれませんね。まあここまでね、かわいい姿をお届けしたわけなので、まあ次回はこの藤本さんのかっこいい姿、仕事編をお届けできればなと思います。いや余計ね、この藤本さんのキャラクターボイス、安本さんのね、低音イケボも映えることでしょう。というわけでね、今回この辺までにしておきますが、こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。あ、もちろんね、まあ、僕はとやかく言わなくても、すでにこのね、ニャンラブは素晴らしいゲームであることは言うまでもないんですけれども、まあ、さらにね、男性目線で紐解くことで新しい価値も見出すことができれば嬉しいなという思いで、ゲーム実況を配信させていただいております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。すでにご登録いただいている方、高評価くださっている方、コメントまでくださっている方、本当にいつもありがとうございます。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。